ミコスト書道の新常識、治流神の魔人、水と自然の呪文でガードストライク。自分の山札の上から3枚を見て1枚を手札またはマナゾーンに置き、残りを好きな順番で下に置く。現在はあらゆる水自然入りのデッキの書道として幅広く使われています。さて、オーラ編第4弾で登場したこのカード、事前評価は SSS と申し上げておりましたが、案の定でした。多くのデッキは従来のフェアリーライフとジャスミンからこの治流神の魔人とリライフの書道に移り変わっています。確かに多色で若干使いづらい側面もありますが、水をしっかり20枚近く採用すれば問題なく動けるでしょう。2ターン目に打った際はそのままダムドや色マナなんかを確保してもよし、次のターン以降を見越してデドダムなんかを拾いに行くもよし、加速しなくても単純にゴンパドゥですからね。そしてなんといってもこのカード、序盤中盤終盤隙がありません。でも俺ら負けない。本来ゲーム中盤以降2コストのマナ加速はトップで引いてなえるカードのはずでした。ですがこの治流神の魔人はその真逆、マナが伸びた状態ではデドダム並みに信頼できるトップに、加えて連打すれば山札下が固定できるのでパーツのボトム落ちまでケアできてしまう優れもの。多く語る必要はないでしょう。基本的にデメリットは一つもありません。ただただ強い令和の新書道、アンコモンですし4枚絶対に確保しておいてください。ちなみに今コロコロカード1枚ついてきます。フェアリーライフが使われない日だけは来ないと思っていました。もちろんあちらにはトリガーというメリットがあるものの、マナが伸びても命がなければ意味がないですからね。ビート相手にガードストライクが強い限り今後もひたすら活躍し続けることでしょう。オーラ編第4弾1の超汎用カード、実際にリリースされて1ヶ月近くが経ちました。使ってみた感想はぜひコメント欄で。それではまた明日のカード解説でお会いしましょう。